はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでジャイパネシャイ、コジチュニー、みアッププーですね。はい、えー、皆さん、どうも、こんにちは。ああ、まあね、えー、ニュース多いんですけど、ごめんなさいね、ちょっと手ぶれしちゃって。えー、またまた、ああ、曲穴がね、曲穴が体調不良でございます。もうね、いい加減気がついてほしいんですけどね。 はい、えー、富士テレビの方だそうです。えー、とね、目覚ましテレビの、えー、朝の担当のね、えー、岸本アナウンサーがどうやら体調不良でお休みだそうです。えー、どのくらい休むのかわかんないんですけどね。はい、えー、まあ、こういう事例が次から次へと出てきていますよということです。はい、えー、まあ、ついね、一週間ぐらい前かな。 はい、えー、一、二週間ぐらい前もね、えー、曲穴がね、えー、結構いろんな曲のね、えー、アナウンサーが、あ体調不良でね、次々にお休みしてましたけど、えー、まあ、目覚めし、目覚ましたらビのね、えー、まあ、なんていうのかな、大学卒業ね、して間もないね、えー、若手のアナウンサーもね、どうやら、あ体調不良になっているという、そう、ことでね、 はい。まあ、これ何を意味するか分かりますよね。はい。まあ、そういうことでございます。もう言いません。はい。言いません。はい。えー、言うとね、えー、また上がんなくなるんで、えー、言いません。はい。えー、まあー、分かってる方は分かってるんでね。はい。えー、デトックスしましょう。はい。えー、デトックスされてないんでしょうね、きっとね。えー、一体何回食べてるかは不明ですけど、まあ、食べてるでしょうね、極穴だから。はい。 え、もう、わからない人は、こうやってね、どん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 とね、えー、具合が悪くなっていくんですよ。はい。そういうことでございます。えー、なのでね、まあ、間違ってね、食べちゃった方はね、まあ、デトックスですね。はい、間違って食べてしまった方は、もうデトックスしかないです、方法が。はい、まあ、食べてない人もね、知恵があるんで、デトックスしないとね、えー、体調悪くなるんでね、 やっぱりデトックスは必要です。私も毎日ね、デトックスになるようなものは毎日とりあえずやっております。外に出ない日でも。はい。えー、そういうことです。おかげさまでね、えー、体調を保たれてます。はい、えー。まあ悪くはなっていませんし、ね。まあちょっとずつは、あのー、以前のようなあ、いわゆるね、コロアンティーナの大冒険前みたいなあ体調には少しずつ戻ってます。はい。 やっぱりね、毎日のね、こう積み重ねですね、このデトックスっていうのはね。やっぱりね、その日の汚れはその日のうちにでね、その日の支援はその日のうちにね、片付けてしまいましょうということが一番いいみたいですね。はい。とりあえずね、お茶とか、まあ、チャーガチャとかね。まあ、チャーガチャはね、普段は飲まないんですけど、普段紅茶メインなんですけどね、紅茶とね、 あと、いわゆる二項のティンですね。あれでも、あのー、どうしようもないときは納豆、キナーゼなんかも飲んだりいたします。はい。まあ、いろいろね、やっていかないと本当にね、えー、これ大変なことになってきますんでね。えー、でもってね、今回9月からね、もうちょっとですよね、もうちょっとしたら9月です。9月からまたやばいことが始まるみたいですね。はい。 ええー、まあ、そういうことなんで、もう本当にね、ええー、注意が必要です。はい。えー、いろいろとね、注意しないといけない世の中になってきました。そしてね、えー、我々はあいろんなね、えー、面で、えー、自分を強化していきましょう。これ、個人個人がね、やるやらないは個人個人のもう自己責任なんでね。はい。えー、なので、もう個人個人が対処していくしかありません。自分のね、 え、体調と相談してね。はい。まあ、乳酸菌なんかもいいと思いますよ。はい。うち、あの、猫たちにね、えー、毎日、あの、猫用の乳酸菌をあげてます。そしてね、あと、えー、毎日ね、一粒ずつ、えー、エビオスですね。えー、もう飲ませてます。猫ちゃんたちに。なんか、エビオスいいみたいですね。調子いいです。はい。 えー、まあ、そういうことでね、えー、飼ってるペットにもね、こう、やっぱり CA の影響っていうのはあるんで、えー、まあ、そこそこ対処していった方がいいかもしれません。はい。私はエビオスを1日にね、一粒ずつ2匹に飲ませてます。あとね、えー、乳酸菌ですね。はい。これ DHC の飼ってます。猫用の乳酸菌。 はい。まあ、人間用の乳酸菌でも効かないことはないんですけど、猫の乳酸菌ってまた違うみたいですね、種類が。はい。えー、乳酸菌の粒がちっちゃいみたいです、粒子が。はい。えー、なので、えー、そちらの方を飲ませてます。はい。まあ、そういう感じですね。えー、まあ、出てきてますということです。 体調良くなればいいですね。早く気がついてデトックスしてくださいって思います。ね、そうじゃないとね、もう若い人もね、えー、いなくなってしまいますからね、世の中から。はい、まあそういうことです。えー、こちらの記事ね、えー、また概要欄に貼っておきますので、皆さんどうぞ見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。にっぱなしゃん。 ねどうですかあ、いい、ね、でちでちで、ね、気持ちいいね。ねえ、ぱなぽーぱなぽー,ーお返事しないのしないんですか、はい <laughs>